こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。はっきり言って昨日と全く同じ内容です。全く変わりはいがしません。飯はちりめん山椒飯です。白ご飯にちりめん山椒をたっぷりかけてます。で、鶏胸肉のステーキ、チキンステーキですね。塩コショウをたっぷりかけた鶏胸肉を、1時間かけてゆっくりと低温で焼き上げています。で、それとトマトスープですね。ちょっと水の量は昨日より少ないですが、トマトの缶詰と水とチキンスープと、あのチキンステーキの焼く時に出た肉汁と油とネギ、刻みネギですね。これだけです。全く同じです。で、昨日この後飴を2つ食べたかな。空腹なんで飴を2つ食べました。ダイエット中ですが、鶏もも肉2枚とトマトの缶詰と白ご飯で体重がどう変化出るかですが、変化出てませんね。水分をちょっと減ってるのかな、昨日よりは。56.7kg、 100g 減ってんな。体重 56.7kg、体脂肪率 13.2、 基礎代謝 1327、 内臓脂肪レベル5、筋肉量 46.6、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6 です。ただ、今日はね、クーラーの効きが良くて喉があんまり乾かなかったんで、昼から水分取ってないんですよ。午前中はガブガブ飲んでましたけど、昼から水分はあんま取ってません。だから、日曜日ほどじゃないにしてもちょっと脱水症状気味なのかもしれません。だからこの体重はあんまり、1日1日の増減で一喜一憂するんじゃなくて、長い目、1週間1ヶ月のスパンで見た方がいいと思います。で、これがちりめん山椒白ご飯、ですね。で、チキンステーキ、で、トマトスープです。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。